Hey, what's up? レイニーです。ズボラ英会話へようこそ。ここでは文法と聞いただけで頭が痛くなる英会話スクールなんてとんでもない。でも海外旅行は行きたいし、英語だって少しは喋れるようになってみたいなんていう調子のいいあなたのために、簡単ズボラ英会話を教えましょう。覚える言葉は3つだけ。今回はこちら、 Here you go。これはいろんな時に使えるんですが、例えばタクシーで最後にお金を手渡す時、 Here you go。 あと海外で両替をしたい時に、両替してくださいっていうのが難しければこのお金を渡す、 Here you go。 何でも何かを物を渡す時には Here you go。 ぜひ使ってみてください。それからじゃあ行こうっていう時も Here you go みたいな感じでも使えるので、こちらも覚えてください。 That's it. Thanks for watching. Bye。学ばない英会話レッスンって何？イングリッシュパートナーズで検索。